ロサンゼルス・ドジャースは大谷翔平選手らの活躍によってナショナル・リーグ西地区で首位を独走していたが、サンディエゴ・パドレスとアリゾナ・ダイヤモンド・バックスの猛追を受けている。負傷者が絶えないドジャースは、地区優勝を逃す恐れも出てきた。米メディア、アリゾナ・スポーツが言及した。写真、日本人メジャーリーガー、歴代最高年俸ランキング。ダイヤモンド・バックスとパドレスは、オールスターブレイク明けからナショナル・リーグのワイルドカード争いの首位に立つだけでなく、 西地区首位のドジャースの優勝を阻止するため、猛烈な追い上げを見せた。後半戦が始まってからの25試合でダイヤモンドバックスとパドレスはリーグ最高の成績を残し、すでにワイルドカードの上位を占めている。さらにダイヤモンドバックスは25試合で20勝5敗の成績を残すだけでなく、打率と打点で MLB のトップに立った。 猛追を見せるダイヤモンドバックスに、同メディアは過去11シーズンのうち10シーズン王者として終えた同地区の強力なライバルであるドジャースに、しっかりと肉薄していると言及した。